シーズンを5位で終えたトリニータ。 J1 復帰への第一歩、プレーオフ1回戦で4位のロアッソ熊本と対戦します。 J1 に上がるのか、来年も J2 なのかっていうのは本当にサッカー人生かかってますから、自分の人生かけて戦っていこうっていう話は常にしてます。まあ、しっかり熊本対策をして、臨みたいと思っています。福井からの下克上で見事 J1 昇格を成し遂げました。あの時の感動をもう一度。サポーターの期待も高まる中、選手たちは引き締まった表情で練習に汗を流していました。後半戦調子を上げ、プレーオフ進出に貢献した野村選手も J1 昇格に向けて気持ちを新たにしています。もう J1 に復帰することだけです。献身的に走ったり戦ったりするっていうところを、僕も含めてみんなで表現したいと思います。またこの日練習場を訪れた片野坂智弘前監督は、久しぶりに再会した選手たちにエールを送っていました。みんな、変わらないですけどね。たくましくなってる感じはみんなしますけどね。やっぱりトリニータはこれまでも諦めずに最後まで戦う姿勢を前面に出してやってきたチームなので、 J1 復帰目指して頑張ってほしいと思います。注目のプレーオフ1回戦はいよいよ今度の日曜日午後1時5分キックオフです。